先週4月26日に神戸ポートタワーがリニューアルオープンしました。どんどん PR してほしいということで番組でもお伝えしたんですが、一番大事なのはこれからなんです。神戸が観光の拠点として関西でどういう立ち位置になるか、せっかくこうやって核になるポートタワーができたわけですから、皆さんは当然訪れるでしょう。飽きさせない神戸にするためにはどうしていけばいいのかを改めて考えます。先週に引き続きまして、フェリシモの富田博之さん、そして小売株式会社の前川拓司さん、ポートテラスの店長の村上隆明さん、クレドループのコーヒー鑑定士でもいらっしゃいますが、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、先週ね、富田さんね、はい、ネイティブ神戸なのにポートタワー2回しか来たことないと、はい、これが現実じゃないかっていうところでお話は進んだんですが、去年の3月の8日にダイヤモンドプリンセス号が神戸港を久々に着きました。外国人の方々、私たち取材してる、どこ行きたいですかって言ったら、京都清水寺行って、奈良に行って、大阪でつねうどん食べてここに帰ってきますいやだから神戸はどこよっていうのが現実だったんです、はい、で当時私関係者に聞いたら、どうしますかっていう有識状況ですよね。じゃあ奈良の酒蔵巡ってもらいますっていう答えが返ってくるのが精一杯だった。これではあまりにも悲しいですよ。だって奈良の酒蔵に匹敵するものは今回ポートタワーでもスペースあるんですからね。じゃあこれからどうしていくか。富田さんの先生ね、はい、ずっと神戸で生まれ育ってて、はい、ポートタワー2回しか来たことないので、これからの神戸どうアプローチしていきましょう。僕ポートタワーが好きで、実はここから見えるマンションに住んでます。めちゃくちゃ近いところに住んで、会社も近いじゃないですか。めちゃくちゃ近いそうなんです、はい、まあ、会社の近くに住みたいっていうのもあるんですけどやっぱり外からしか見ないっていうところが自分の中でも大きくありまして、やっぱり中に入って体験したい、してもらいたいっていうところが一番大きなところです。これだけちょっと長く、僕20年ぐらい住んではいるんですけど、それでも中にはあんまり入ったことがなかったっていうところで、一つ面白いポイントとしては展望3階にございます回転レストランですね。もう60年前から、もう開業当時から360度回転するフロアがあるんですけど、以前昔は割といろんな施設で回転レストランあったようなんですけども、もう今神戸の中ではもう2つぐらいの施設しかないようで、妻浦公園のところにある三条遊園地と、あとポートタワーしかなくてですね、でそれを今の人たちにも体験していただきたいと思って、そうすることでちょっとエンターテインメントなポートタワーの面白さだったりとかをちょっと提案させていただきたいなと。そしてこの、ウォーターフロントの部分で言うならば、夜が結構人が少なくなってしまう、そこ結構大きなポイントでして、で海外の方もやっぱり旅行者の方も少なくなっていると。なので、今回ポートタワーに関しては営業が11時までと、結構長く営業することになっています。で11時まで営業するってことで、宿泊、まあ、一泊神戸でしたいなって思えるようなここのポートタワーの中のコンテンツを作らないといけないなということ で夜に向けての結構施策がありまして、ポストカードです。あー、これおしゃれ。はい、実はこのポストカード、新しいロゴですよね。そうですね、ポストカードの中にこのフィルムが実は貼ってます。このフィルムがですね、目に当てて覗いても、はい、近づけて見えます。もうちょっと近づけて、あ、これなんかね、レインボーのような色合いのフレームのハートが映りますよ。そうですね、ハートなんです。これすごいですね、これハートが映るポストカードなんですけど、これ実は夜この夜景を見ていただくと、神戸中がもうハートだらけになります。そしてこのハートだらけになったものを、カメラで撮ることも当然できますし、映像を撮ることもできます。展望会に上がっていただいて、この神戸のこの街の中をこのハートで埋め尽くしていただけるような面白い体験ということも経験していただきたいな。これね、何を意味しているかというと、夜景が綺麗な神戸が実は夜早いんですよ。どこ行っても夜早いんです、はい、23時まで営業というのはほとんどなかったわけで、はい、そういうことを考えると、前川さんどうですか、はい、これからの神戸、はい、どうなるべきか。そうですね、僕たちは神戸の魅力を発信していくために、ただ単なるお土産で買って帰っていただく品々の物品だけでなく、神戸を知ってもらうためのお土産品をツールとして考えています。
例えばソース、神戸地ソースが有名なんですけども、ソースの種類をたくさん集めて、ラベルもすごく素敵です、可愛いですし、外国の方なんかが手に取っていただいた時に、これ何って聞かれた時に、神戸には洋食っていう文化があって、これフライにはかけれるソースだよとか、焼きそばっていうのはこうだよとか、お好みってこうなんだよっていうので、こういうのが食べたかったら例えば長田に行ってみたらどうとか、あと餃子のタレなんかも今回取り扱いしてるんですけど、神戸はお味噌のタレがあって、こういったものを食べれる餃子屋さんってあるんですかっていうのを聞かれた時に、こういったところに食べに行ったらこういう味噌だれの餃子屋さんがありますよとか、神戸の観光とも紐付けできるような商品開発をしてますので、外国の方が来られてもコミュニケーション取れるスタッフもいますし、国内から来られた方もいますし、はたまた地元の方がそういったことを知って、県外や海外にお土産品といって持っていかれるものなんかも集めてる、そこを観光とも紐付けできるようなセレクトショップ、ビームスジャパン、イコリ、そして灘五号の酒も集めてますし、ここでも飲めるんですけど、ここから灘五号にも近いですよとか、もっと酒蔵に行っていただけますよっていうような動線作りなんかもできればいいかなと思ってます。実は神戸というと中華とインド料理しかないって思ってらっしゃる方多い、実は日本のソウルフード的なそば飯であるとか、神戸の餃子であるとかいっぱいあるんですよ。もちろんソースもそうなんですよね。実はソースって僕大阪だけじゃなくて神戸もすごい文化を作ってる、こんな部分もあるんだということを知ってもらうことが大事だと思うんです。そういう意味でポートタワーは感じていただく空間を提供するんですけど、村上さんどうでしょう、まさにその空間ポートテラスで展開されますよね。今前川さんおっしゃったところもおっしゃる通りで、私たちがこの場所でポートタワー の, この3階と4階のところで、夜景や神戸の港を見ながらお食事を召し上がっていただくっていうところで使っているものがですね、もちろんウォーターフロントとしてポートタワー周辺を盛り上げていこうっていうのはこれはマストなんですけれど も, もう次次世代へっていうことを未来へ考えた時に、このウォーターフロントのポートタワーから神戸を丸ごともう取り入れて、もう観光した気持ちになっていただけるっていうので、食材もなので私たちもたくさんですね、丹波のリーフであったりとか神戸ポークであったりとか、淡路島のモッツァレラチーズや淡路島の玉ねぎだったりとかっていうのとか、あとは六甲シャンピニョン、もう本当にいろんなところの名産だったりとか、ドリンクで使っているいちごのソースであったりとかっていうのも、アマクイーンっていう兵庫県のブランドの甘の女王っていうアマクイーンがあるんですけども、それを使ったドリンクなども使っていてですね、私たちの空間を楽しんでいただくことはもちろんのこと、兵庫県のそういう企業さんであったりとか会社さんとか、そういう発信を我々がその最後の発信をする役目みたいなところもあってですね、なおかつあと私たちが SDGs に力を入れておりまして、素材物であったりとか、空間で使っている床とかテーブルも SDGs にちなんだものを使っておりまして、一過性のものでなく、そのいろんなものを取り入れて長く続くような発信を、この後ポッターは今60年ですけども、その後の50年60年に続けていけるような取り組みができたらいいなというふうに思っております。そしてこの神戸が関西の中でどうあるべきかということをずっと考えてらっしゃるこの方にも話を伺っています。フェリシモの矢崎和彦社長です。社長、いよいよオープンですね。はい、ありがとうございます。直前まで本当にちゃんとできるんだろうかって、もう準備をずっと重ねてましたので、感無量でございます。ちょうどね、私たちが見てるとポートタワーのライトアップ LED になってから発色が全然変わった、はい、まあ、これだけでも変化は感じたんですけど、はい、もっとその中に入って神戸を眺めようってい う, そうです、ね、ね、もうそうなんですよ。コロナ前で30万人ちょっとの人がいらっしゃってたんですけども、で私も何度か来ましたが、外から見てても美しいけど中入ってもワクワクできるようなタワーにしたいと思って、いろんなコンテンツをこう盛りだくさんにしようと思っていますので、お越しいただいたら必ずご満足いただけるようになっていると思いますので、ぜひ一人でも多くの方にご覧いただきたいし、加えてどんどん変化進化していかないと同じことの繰り返しじゃやっぱダメだと思いますので、かなり今回もいろんな工夫をしましたので、ぜひご覧ください。もっと神戸変わっていきたいですね。変わっていきたいですね。変わりますよ。この
このプロジェクトの関係でしょっちゅう来てるでしょ。本当あの外国の方もすごく多くて、去年の暮れにコンデナストトラベラーっていう雑誌があるんですけど、アメリカの、日本は神戸だけが紹介されて、その中にポートタワーのことも触れていただいていて、クリエイティブな気配とかデザイン的な刺激に満ちたみたいなことで紹介されてましたので、あのどんどん変わっていくと思いますし、一人一人がそう思わないと変わらないですよね。頑張ります。こうやって聞いてるとポテンシャルってすごくある神戸なんです。ただそれを生かしきれてないのも現実でして、やっぱり大阪や京都に引けを取ってしまってるんではないか、もう少しアピールできるところがあるんじゃないか、ちょっとね僕はね神戸ね控えめすぎると思うんですよ。大阪関西万博は来年控えてます。ついでではなくて一体化して何か一つのものとして捉えていただきたいな、そんな気がするんですよ。これからまた違う神戸に注目をしていただきたいと思います。今日はフェリシモの富田博之さん、イコリ株式会社の前川拓司さん、ポートテラスの店長でクレドレープの村上隆明さんに伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。